1980円のクラブで回ってみたいと思います。もう正座してお詫びしてくれ。もうそれ出発。はい。六国パブリック久々やな。うん、でも普通に綺麗ですね。俺だけだ。萌子の役場にカップインゴルフコーチ萌子です。こんにちは、はい、撮影係丹羽です。丹羽さんと来ました、はい、パブリックコース、はい、萌子さん今日の企画は何ですか？今日はですね、なんと購入したトータルすべて1980円のクラブで回ってみたいと思います。1900円。あ、1900円でクラブが3本セット で、なんかおまけのビーとかね、うん、どこに入った？ここ。ニアさんちゃんと取っといてな、はい、なんかこういう室内で打つボールとティーがセットになって1900円。ティーやばくない？めっちゃ要素ある。めっちゃ要素ある。100本以上入ってます。これでね、ちょっとボールは自分の使うけど、9ホール一体いくつでラウンドできるのかという企画でやっていきます。初めてのクラブでね、はい、これやばくない、はい、ビニールめくってください。そうやな、お前早めくらなかね。はい、どうぞ。もうこのね、キャディバッグは正直立たないので、だってこうやるしかないわ、はい、なんでもっと早くビニール破いてないの、うん、OK OK。 フリップ大丈夫ね。 OK ね、はい。7番アイアンとサンドウェッジとパターのみのみなので、ずっと7番でティーショットをひたすらしていきます、はい、どうぞ打ってください。さあ皆さん、萌えプロはいくつで回れるでしょうか？めっちゃ重たい。一応男性用です。おではお願いします。お願いします。もうどこ飛んだ？フェアウェイ。フェアウェイ真ん中。うん。担いでいきますわ。はい、歩いてください。担ぐのいつぶりかな。うん、高校生ぶりかもしれない。うん、軽い。軽いやろそれ。誰でも担げますこれは。うん、練習場行くんやへんかな思って俺。勝ったらクラブが3本ついてきそう。このキャディバッグ欲しかったんでしょ。そうそうそう、いいかも。うん、20、220、はい、グリーンまで残り220です。いい、ね、OK、 いい球。残り65ぐらいかな。S で。ただその S のロフト何度かわからんから、いくら飛ぶかは分からん。ちょっと立ってる気がする。まあでも大方フルスイングぐらい。どうだ？よかった。乗った。ナイスオン。ワンピン。ナイスオン。行きます。初クラブやから。うん、初パター。距離は2メーターちょいぐらい。2メーターぐらい。重いグリーンが。うん、でも一応ボギー。ボギーでもまあまあ出だしやし。はい、はい、2番パー4352。いくれ。はい、曲がった。 OK、 だいたい100、4、50。スローと間違えたか。はい、残り210ぐらいか。
ちょっとドローの構えで距離稼ぎに行きましたね。ああ70弱なんで S で70弱フルスイングするわ。起きない大丈夫。うん、おどう乗った乗ったアイゾーン。惜しくもボギー。もうちょいでパイ。なかなかパーが取れんだ。うん、オールモーストパーやけどね。え？うん、ちょっと短いな。その回なんかあるんちゃうか。ほら、木とか。なんでもう木の左狙っていいか。木の左？うん。はい。ドローやね。いいとこ飛んだ。うん、はい、オッケー。はい、はい、残り110ヤード、フェアウェイの手前、まだラフです。ほんで左下がりの結構きついラフ、ちょっと難しいかな。7番しかないから短く持って3クォーター。はい、ちょっとふわっといきたいな。うん、普通7やったら150ぐらい飛ぶんやんね。うん、それを110で押さえて打ってください。難しいな。見た見た乗った。ナイスオン。技あり技あり。はい、なんとバーディーパットです。これあの右から全部フックなの。はい、あの3本しかないセットで、ちょっと下り、さあ入るか。あー寸止め。グリーン重い。寸止め。ナイスパー。とりあえずパー。まあ、はい、よかった。447パー5です。これは7番アイアン3回で、なんとか3つで届くかな。うん。すぐ。はい。お姉ちゃん、そのクラブ、うん、どんな感じですか？結構、重みもしっかりしてて、うん、これはカーボンですか？わかりません。カーボンみたいな、スチールみたいな、よくわからんけど。アルミちゃんはこれ。アルミかな？わからん。なんかわからん。結構でもしっかりしてるから、うん、別に安物のクラブって感じはしない。うん、距離もしっかり出るし、うん、ヘッドの重みもちゃんと効いてるから、うん、全然違和感なく。プレイしてます。うん、使えるということやね。できますね。うん、だから中古のクラブかき集めて、うん、別にね、うん、7S パターこれでもいいんじゃない？うん、パターはどんな感じですか？え、パターも入ってないけどそんなに、うん、ね、全然大丈夫。ちょっとどんなか見せてください。なんかさ、オデッセイとかでありそうな形してるから、うん。まあそうですっていう形。え、なんか普通に別に打てるし、うん、S もね3度、はい、別にそんなクラブの角度おかしいわけではない。結構ガッツリキャビティやね。そうそうそう、うん、ぜひ皆さん、売り切れてるらしいですけど、はい、また入荷あるかな知らん。全然この商品と何も関係ないけど。本当に思わん。うん、別に売れようかどうか知らん。どうでもいいけど1900円やからね。ぜひ購入してはいかがでしょうか。3ホール目のセカンド。はい、ちょっとこう山裾行きますね。え、4ホール目ちゃうの？4ホール目や。7番や打ちすぎて何番か分からない。山裾行きます。山裾行くの？はい、じゃないと突き抜ける。はい、
フィニッシュ決まった。マッスルトウ、うん、ナイスショット。自分のクラブよりいいんじゃないの。残り何ヤード、これ140、ロング3打目。はい、ちょっと左足下がりで難しそう。はい、ちょっと傾斜が分かるように取ろうか。はい、これ水平にしたらこんな、これぐらいかな。はい、傾斜の打ち方やってください。ちょっと右に置いて、はい、こんなやったらクローズスタンスです。はい、いいかも。乗った。また乗った。手前か乗ったか。ナイス。やります。はい。さあ、どうでしょうか。うん、はい、ナイスオンですね。はい、バーディートライやね。はい、7番アイアンだけで。あー、ちょっと重いねん、これ全部ショート。ちょっと重い。重いけど、萌も弱いよね。ちょっと重い、萌と一緒。はい、パーパット、ナイスパー。ありがとうございます。パーパー、パーパー。はい、マイホール重いって言ってまさかのショート入るか。入った。さあ、30台出るかどうかな。頑張るぞ、ここ。大芝生を取った。運命の3打目。ピン横。ナイスパー。